ビジネスに役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の真田直樹です。本日は神田正則さんの書かれましたストーリー思考についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども努力せずに成功する秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。 21ページ。顧客は物語のヒーローになりたい。うまくいった企画の背景には必ずストーリーがあるということが分かってきた。顧客がヒーローになっていく物語を描けているかがどうかが売り上げに直結する重要な要素であることが分かった。世の中のマーケティングキャンペーンを見渡すと多くの場合、売り手は 自社の商品の魅力をひたすら伝えようとしている。例えば自動車を売るとき、燃費の良さやエンジンのパワー、デザインの美しさなどをアピールする。この場合誰がヒーローかといえば、車を作った売り手だ。これでは顧客は聞く耳を持たない。人は誰だって、自分が物語の主人公でありたいと思っている。成果の出たマーケティングキャンペーンは、例外なく買い手がヒーローになる物語が描かれていた。 ヒーローになるとは、その商品やサービスを使うことで、新しい自分に出会うということだ。ヒーローになるまでは、新たな旅に出かけるまでの間で躊躇したり、失敗したり、勇気を振り絞って自分の限界を突破したり、という心理的葛藤を乗り越えるプロセスをたどるのだが、良い結果の出たキャンペーンは、そのようなプロセスを十分に考慮した上で、コンセプトを生み出している。 24ページストーリーとは、はじめ、中、終わり。バラバラの思考や事実を自分に都合がいいように繋げただけのものはストーリーとは言えない。ストーリーにはきちんとした形式があるのだ。典型的なストーリーの形式としては、神話学者のジョセフ・キャンベルによる形式がよく知られている。キャンベルは、 世界中のすべての神話を分析して、そこに共通するパターンを見出した。それは、日常の世界から非日常へと旅立つ。その過程で宝を獲得し、再び日常の世界に帰ってくるという形式だ。この形式を話すことでその物語は記憶され、多くの人に伝える、広がっていく。 この神話の力を利用しようとストーリーの形式は数え切れないほどのハリウッド映画でも用いられている。スター・ウォーズも、セックス・アン・ド・シティも、24も、ワーキング・ガールも、ラブコメディもサスペンスでも SF でも構造は同じだ。58ページ ストーリー思考がもたらす5つの思考力。1、ストーリーは一度聞いたら忘れられない。2、ストーリーは複雑な概念をシンプルに伝えられる。3、ストーリーは異なる視点で眺め始められる。4、ストーリーは自分も関わりたいと思う。5、ストーリーは 周りに伝えたくなる。一般的に言って、今までビジネスは、どちらかといえば合理的、分析的な思考が作り出すものであると思われてきた。だからビジネススクールをはじめてして、ビジネスパーソンを育成する過程では、ストーリーについてはほとんど重視されてこなかったと言ってもいい。しかし実は、ストーリーは人が魅了するがゆえに、巨大なビジネスを生み出してきた。 ストーリーをベースにしたビジネスということですぐに思いつくのは全世界的なキャラクターであるミッキーマウス。1928年に蒸気船ウィリーという映画でデビューしたが当時ディズニー社は倒産寸前だった。というストーリーを生み出した結果ストーリーが全世界を巡るとともに現在のディズニー帝国を作り出した。日本から生み出されたキャラクターで最も稼いだのは文句なしに ポケモンだろう。1996年にゲーム機から誕生したポケモンはゲーム、カードゲーム、ライセンス商品、テレビアニメ、映画などを含め累計市場規模4兆円2000億円以上。現在ストーリーはこのようなキャラクターに関わる直接的な市場だけでなく全ての企業にとって富を生み出すようになった。例えば自動車、スマートフォンのブランドに関しても そのブランドがどうして生まれたのかという歴史や伝統の物語が付随していないことには付加価値にならない。そうしたストーリーがなければ新興諸国から生まれた価格の安いメーカーにあっさり顧客を奪われてしまう。企業間競争は市場シェアは巡る競争ではなく、もはやストーリーを巡る競争になってどう言っても過言ではないだろう。ストーリーは欲求不満、新たな欲求、 新たな技術、新たな市場を作り、さらには新たな産業を作る。ストーリーは、無から有を生み出す。現在の錬金術と言えるほどだ。155ページ。ストーリーによる解決のヒント。1、美女と野獣の4人の登場人物からハッピーにしたい1人を選ぶ。2、 その人がハッピーになる創作ストーリー、美女と野獣2を読んで、各部を要約して枠の下半分に書き出す。3. 各部の気になる言葉を1、2、5ラベルに書き出し、物語の流れをつかむ。4. 物語の流れやあらすじの中の言葉から連想し、自分の課題達成に向けた現実的なヒントを得られるか試す。5. 得られたヒントをもとに、この行動シナリオのタイトルを考えてみる。いかがだったのかもしあなたが興味を惹かれる物語から、現実的な課題を達成するためのヒントを自在に引き出すことができるなら、映画やテレビのドラマを見るたびに、自己変革、自己成長のきっかけをつかめるようになる。言い換えれば、変化が持つ、物語が持つ変化を超える力を、 あなたは自由自在に現実に生かせるようになったのである。188ページ行動シナリオに翻訳する2ステップ今から実際に手を動かして課題を達成する行動シナリオを作り上げよう物語を現実へと翻訳するプロセスは大きく分けて2段階となるステップ1 物語のキーワードを丸で囲む曲線下に書かれている物語の中で気になるキーワードを丸で囲んでおくキーワードはいくつでも OK だが初めのうちは15程度にしておこうステップ2最も気になるキーワードから順番に現実的な行動を連想する上記15のうち最も気になるキーワードを1つ選ぶ そのキーワードから課題達成に近づくアイデアをコツを使いながら自由に連想し曲線上に書き留める。その際、キーワード周辺の曲線の傾き具合やそのキーワードを位置づけている路線で現実にすでに予定されている出来事、既存予定を考え合わせるとより現実的に行動できるアイデアが浮かびやすい。なぜかわからないけど大事だな。 と思える言葉やアイディアを思いついたら、ためらわずにどんどん曲線上側に書き留めておこう。発想が行き詰まったら、次のキーワードに躊躇なく進む。ジグソーパズルのように、わかるところからピース、言葉を始めていけば、ある時全体像が突然現れてくる。197ページ。霧の中を突破するための3つのピース。1。 変化に対する免疫メカニズムを理解し、第三の道を見つける。免疫メカニズム。フューチャーマッピングのチャートを書いていくとよく起こるのは、左上部分の記入がされないまま空白になること。曲線が右肩上がりなので、左上が空いてしまうのは当然。しかし私たちフューチャーマッパーは、何百枚のチャートを眺めているうちに、あることに気づき始めた。この領域が埋まっているチャートは、 チャートから得られた解決策で大いに自信を持っていて、現実に行動を起こし始める人が多かった。一方空白のまま留まっている場合には、設定した課題について、面白いアイデアは得られたものの、行動をし始めない傾向が目立っていた。2> 第二のピース、未来の礎。未来の礎をヒントに隠れた才能から眠りを覚ます。手が動くままに、 任せてチャート上に言葉を書き込んでいくともう一つ空白になりやすいのが右下角の部分だこれも曲線が右肩上がりなので当然といえば当然なのだが私たちはこの領域に思いがけず書き込まれた言葉をきっかけに価値ある発想が得やすいことを発見した第3のピーフギフトボックス意外なテーマから全体を象徴するテーマを導き出す あなたがさらに課題を深く掘り下げ、より大きな可能性の扉を開いていきたいのであれば、フューチャーマッキングはそれが可能だ。なぜなら第3のピースを用意しているから。これが実験2で取り組んだギフトボックスだ。これはあなたが課題達成に取り組む大切なる感謝の述としてプレゼントされたもので、この行動シナリオ全体に関わるテーマへの深い洞察をやるために活用できるのだ。これ以外にも、 努力せずに成功する秘訣、学体的に紹介されておりますので、一度読んでみられるとお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。